おはようございます。すなり農園の松尾です。無肥料無農薬無効期、そして虫を殺さない無殺生の農業の可能性を研究し、日々実証実験をしております。今日はですね、2月23日ですね。先週はですね、畑塀ですね、塀のインゲン畑塀の沿道にですね、こう支柱を立てて麻紐で支えをしてっていうのをやったんですけどね、コメントでですね、支柱には生命エネルギーがないと、エンドは巻きつきませんよっていうコメントをいただきました。ですのでですね、自分もですね、そこはちょっと気にしていてですね、やっぱり自然的農法畑にはですね、自然のものっていうのでこういろいろやりたいなっていうふうに思ってたんですけど、竹を取るような時間が取れなくてですね、ホームセンターでこう買っちゃったんですけど、で今日は畑ボに来てるんですけど、ボもエンドウを結構植えてるんですけど、そろそろ支柱をしたいなと思ってて、でですね、どっかにこう支柱にできるようなのがないかなと思ってですね、この畑棒を見渡してみるとですね、なんとですね、こっちに、ここに、草が生えておりました。なのでこれちょっとですね、切り取ってですね、でこれエンドウの支柱にしてみようと思ってます。ちょっと切り取りますよ。じゃじゃーん、ノコギリ。めっちゃいいじゃないですか、これね、強度も抜群。で、コメントはアクセントさんにいただいたんですけど、これもですね、一回切っちゃうと生命エネルギーがここで断たれて、こうしばらくするとですね、生命エネルギーがなくなるらしいので、これはですね、ここで毎年生えていただいてですね、これを使っていこうかなと思ってます。これいいな。めっちゃいいな。何がいいかって、これただ。ちょっとこれ取りますね。取れた。いいっすね。こんな身近なとこに支柱にできる材料があったからですね。めっちゃいいっすね。で、これは畑の栄養になってます。これちょっと支柱を作ってみたいなと思います。ここにですね、一個ちっちゃいのが生えてるんですよね。これ多分こぼれちゃってここに生えたんですけど、これのちっちゃいやつを作ってみたいなと思って。
で、ここに巻きつけて、でけた。ほら、このお家に入った。お家に。これでピヨピヨって伸びていくかな。どうなんすかね。こんな感じで。めっちゃいい感じじゃないですか。これね。ちょっとこれでいくつかやってみよう。ちょっとこんな感じでやってみたいと思います。はい、ということでですね。笹ですね。笹を使ってですね、遠藤の支柱をいっぱい立ててみました。これが、まず、さっきやってたやつですね。これ虫かごみたいになってます。これ、ふわーって。これどんくらい大きくなるんやろ。で、次がここですね。ここにですね、さっきまでべちゃーってなってたんですけど、ここにこう、笹絵を作ってあげました。で、これが2個目。で、こっちが3個目。ここもですね、ここに遠藤くんがいて、こんな感じで支えを作ってます。で、こっちにも作りました。で、ここにも作りました。ここですね。これが、1、2、3、4、5個目。米ですね。ちょっと頑張ってくださいね。多分週末ぐらいから暖かくなるんで、そこからグイグイグイって伸びるんじゃないかな。で、6個目ですね。ここもちょっとここ大きいんで足りないかなと思うんですけど、これ伸びてきたらここに紐をピューってしたりとかしようかなと思ってます。で、8個目ですね。ここはブロッコリーさんと隣さんですね。これブロッコリーさん、ほら、もうすぐ花が咲きそう。で、これが最後、9個目。で、ここも、こういう、よっかかりを作ってあげました。で、あとはですね、ちょっと成長の仕方を見ながらですね、例えばここにこう、笹の枝をこう追加したりとかですね、こういう感じですね、追加したりとかいろいろやりながらですね、ちょっと臨機応変に成長を見ながら対応していきたいなと思ってます。はい、なかなかいい感じでできたんじゃないかなと思ってるんですけど、こっちですね、こっちも沿道だらけなんですよ。この辺もほら、これもペチャーってなってるんでね、沿道だらけなんで、ここもなんかしてあげんといかんなって思ってますけど、はい、という感じで、こういう感じですね。うん、いい感じでできたんじゃないかなと思ってます。はい、一旦これでいいかなと思っ
ってます。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。遠藤くんたちがですね、無事成長できるように、心から祈っております。はい、それではこれで失礼いたします。